はいどうも、つけ麺ゼルエザップありじゃん、お題会おいおい予想決定戦ヤサオ決定戦です。いやいやいや、こんなんやらなくたってわかりますよ。まあ、まあ、俺かな。いや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 、俺めちゃくちゃ優しいからね、ほんとに。いやいや、あの、ほんとに。いや、優しいってただただ優しいだけの問題じゃないからな。違う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 。タクヤって優しいよね。繊維加入か俺かって言われてもヤサオね。まあまあ、白黒つけようと。そう、まあこの中で誰が一番優しいか。おう、そうですね、まあ女性に好かれるような優しい行動、言動を取れるかっていう。そうそうそう、まあ、狙ってやっちゃダメなんですけどね。そう、これはもう狙ってやらずも自然と出てきた、一番最初に出てきたものを書くと。そうそうそう、だからまあテーマ決めて、もう一問一答。はい、そうですね、一問一答にする。一問で一答でいいんじゃない。だってもうあれこれ考えたらもう優しくないですから。ああ、ほらもうその時点で優しくない。いや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 、まあ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 、修正しようと。そう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 、そうやな、一問一答や。そうそうそう、今のは俺はミスった。そう、あ、素直にこうやってつけ麺ズ。じゃあまあベタに行く、はい、まあだからデートの約束して、はい、彼女が、遅刻してきました。あ、ごめんお待たせって彼女が来て、その次どういう行動だったりどういう言動を言うかみたいな。おー、いやでもさ、うん、あ、まあ、こんなこと言うと優しくないけどさ相手の態度にもよるよな。ほらダメです、ダメです、ダメです。じゃあ、そういうさ、俺を貶めるようなことを出しにして、あ、ガチでやで。あの、めっちゃもう30分遅刻してるのに、あ、待たせーみたいな感じで来たらどうする？いやいや、全然。いや、それって優しくないで。いや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 、それさ、それ、もし。じゃあまあまあそこら辺はもうじゃあフラットにして、じゃあまあ30分遅れてきました。はい。で、その彼女が一番最初に言った言葉は、ごめん、お待たせ。わかりました。それに対して、俺らは、なんていう行動を取るか。いつもやってっからな。それをもう、いつも遅刻するの。確かに。俺が遅刻するんで。え、そんなスラスラかける、すげえ優しい。ちょっと待って、ごめんお待たせ、ごめんお待たせ。30分って結構な遅刻ね。結構な遅刻だよ。え、じゃあ俺から言っていい？どうぞ。俺結構これ自信あるよ。おう、まあだからその彼女が30分遅刻してきて、はい、ごめんお待たせって来て、はい、俺これです。え、全然大丈夫だよ、その代わり今日のカフェ代おごってね。考えてることやっぱ同じくらい優しいから。え、なになに、何やった、後でジュースおごってね。あー、そのー、まあ許すけど、罰もちょっと、その遅れた分のやつはその返してもらうみたいな。俺もなんですけど、そのやっぱ遅れる側って、あ、申し訳ないって思っちゃってるから、 そうそう、その気持ちをちょっと和らげてあげる。そう、もう遅いわ、後でジュースおごりなみたいな。そうそう、それでもうチャラフラットにできる。やっぱ考えてることなんです。はい、はい、優しい動画。はい、優しい動画。あの、遅刻するやんか、はい、いや、俺、あの、気持ちではもう全然いいねん。ああ、そう、遅刻に対して、遅刻、全然いいねんけど、どうしてもなんて言うやろ、いいよとはなられへんねん、俺は。ああ、許せないと。いや、許してんねん、許してんねんけど、なんか、口でなんか、いいよって言われんくて、うん、そうならんために、LINE かメールであらかじめ、何時になりそうって聞いて、それまでにカフェか本屋さんで待つっていう。いや、違う違う、その待たれるのは嫌なんですよ、ま、あの遅刻してる方って。カフェとかで、あ、申し訳ないと思っちゃうんです。あ、違う違う、あ、俺ちょっと遊んでるからってメールで送んねん。その、向こうに待たせてるっていう意識をさせないように、あ、俺それまでちょっとあそこで遊んでいくから、あの、全然遅れても大丈夫だよ、うん、そうそう、ごめんね、お待たせって言ったら、あ、行こうって普通に。あ、まあまあまあ、優しい。あ、これ優しいかな。ちょっと俺あるあるなんだけど、はい、彼女が間違えて元彼の名前を呼んだとき。え、ちなみに俺はあんねやん。あるんですか。俺は逆パターンである。あ、言っちゃった。そう、なるほどね。じゃあ呼ばれて、ごめん間違えたって言って、え、それ誰の名前、元彼の名前って言われたときなんて返すかにする。ああ、そうですね。その元彼の名前を間違って呼んだっていうのをもう完全にこっちは分かった状態、なんて返答するか。わかりました。これ難しいな、ちょっと結構メンタルにくるな、これは。あの、優しいというよりかは、やっぱどうその気まずい雰囲気を打開するかじゃない。そうですね。そやな、これをちゃんとできたらもう男としての魅力半端ないっすよ。そう、だってあるもんな、やっぱり言い間違えることってありますよ。あるある。
先生のことママって呼んだりとか、そうそう、そういうことやね、要するに。ああ、来ました。あ、ちょっと俺から言っていい？はいはい、もう、はい。まあ、だから名前間違えられて、はい、あの、ごめん、元彼の名前呼んじゃった、トヨタツキ、はい、いやいや、そこ間違えないでよ。え、ちなみに元彼ってどんな人だったのって、その、まあ、元彼とのちょっとエピソードを、まあ、聞いちゃいますか。そう、聞くの、やっぱどうしても逃れられない、絶対。まあ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 、元彼から。そうですね。だから、いやー、でも、あー、でもそれは、うん、そのまま、どんどんなんかズルズルいっちゃいそうな気もしますけど、そうそうそう、話が、なんか、向こうも入ってしまった。いや、だから、その明るくで、明るく、え、ちなみにどんな人だったのみたいな。あー、なるほどね。うん、え、てか、元彼どんな人だったの。そう、な、で、どのぐらい付き合ってたのみたいな。6年そっか。6年って言われたってなるよ。同棲してたもん。うん。あ、おぉ。だんだん。ああ、なるほどね。え、ちんちん聞かれた。はい。まあ、俺も似たような感じです。明るく。うん、俺の元カノ翔子。みたいな。ああ、なるほどね。ああ。逆にと。はい。もう、その、フラットな関係でいたいんで、うん、あ、その、お互い、隠すことなく、へぇ、俺の元カノ翔子って言うよって言って、その後くすぐります、こうやって、あぁこの野郎みたいな、この野郎って、あいいやん、一番いいやん。もう俺出さんで言えよ。しよしよしよし、俺は、うん、おい、こら、なんでやねー。でもまあ正直言ってくれてありがとう。もう間違われへんし、頑張るわ。頑張るわ。もうありがとう、もう間違えない、俺頑張るわって。これもう逆に重いっすよ。おいこらー、おいこら、なんでやんねん。いやー、でもこれでもいいんじゃない、これ一番しょ、俺の名前翔子、うん、まあ俺の、あ、元カノで、その後にこう、こう、こらーって、それいいな、こらーって、おう、女らしちゃった時とか、あー、それいいんじゃない。それいいやん。彼女が女らしちゃったら、はい、結構、なかなか立派な、立派な、立派な、あ、それ気まずい。ちな、ちなみにその、お互いまだ付き合いたてで両ともおならっていうものをまだしないっていう状態で、うん、あの、初めてあの、彼氏の前で彼女がおならプッってしちゃった時、彼氏かなっていうか、付き合ってまだ2、3週間せ、女の子はごめん、出しちゃったとは言わんの。いや、もう、もう、ブー、ブー、ブーの直後、あ、ブーでもないかもしれない、ブリーかもしれない、ブリー出たバージョン、出てないバージョン、出てないバージョンでね、これ女の子を傷つき合うようないい感じの、そうですね、はい、書きました。じゃあ俺から言っていい？はい。じゃあもう彼女がもう完全ならもう、はい、屁をこいた、ブッ、その日にいて、ブッってこいた、ブッ、あの、明日さ、どこ行く？ちょ、あの、マジで、ああ、気をそらず、いや、完全にもう聞こえなかった、俺は何も聞こえなかったって言い聞かせて、間髪入れずに、明日さ、どこ行く。で、もうその、もうこれでもう、多分、ふわふわするけど、お互い、この会話で乗り切る。なるほど、なるほど、ね、もう、なかったことです、なかったことないです、もう聞いてない、聞いてないよ、俺は、っていう。まあ、それが一番正しい。うん、そうっすね、触れない、触れない、うん、だって触れたらもう彼女はもう顔真っ赤っかになっちゃうから、まあね、まあね、じゃあ俺ですね、うん、いいもん持ってしまいます。言える言える言える、いやー、それ女の子顔真っ赤なんで、いや、この後に俺もすごいの持ってるぜっつって、ああ、まあ汚いですけどね、あとに顔出てくるのかな、なんかせこい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 、あの、屁こくことが恥じゃないってことをやっぱ、まあ確かに、ね、教えてあげないとあかん、うん、だから、うん、なんでみんな俺の前では女の子も屁こくんやろうなーって、うん、俺の前で屁こくことは恥じゃないよっていうのをその女の子に、いや、女の子って俺の前でみんな屁こくから、別に今の屁は俺は恥ずかしいと思ってないでみたいな、あー、でもそれブッってやってから、ちょ、なんでみんな俺の前で屁こくんやろ女の子もーみたいな、あー、まあそっちの方がやりやすいかもしれないですね、確かに。で、他の女の子といつ会ったの？いや、だから、あ、友達とか、友達とか、ちゃんと小説にしてもってことね、そうそうそう、俺の完全にだったんです。いや、まあまあ、それが普通やんな、なかったことにするやつ、なかったことにする、そうなっちゃいますよね、こう、こっちも慌てるから、そうそう、そう、おならとかぶせ気味で、そうそう、明日さ、明日さ、ぶわー、明日さ、瞬発です、瞬発、おう！
じゃあ究極やる？究極。究極？浮気してました。はい。バレました。はい。彼女がごめんなさいって謝ってきた時。え？それ俺許されへんよ。俺もちょっと泣いちゃいますね。究極。究極ね。でもその彼女のことをもう愛してるから、もう別れたくない。だからどうしても許さないとあかんって時に、そう、彼女もまあもう本当泣きながら本当ごめんなさいって言って、もう反省してますて。一瞬の気の迷いでした。これからもあなたと付き合いたいです。許してくれますか。はい。はい。わかりました。これ優しさを見せていいのかっていうのもあるし。ここは厳しくいかなあかんっていう優しさもあるし、確かにね、そうですね、浮気してたわけですからね、それな、こっちがこんなに優しくしてるのに、それな、すごい彼女と付き合ってる、これ許せたらめちゃくちゃ優しいね、そうそう、究極だよね、むしろ究極ですね、これしかない、究極すぎますね、究極。じゃあ俺から言っていい？はい、はい、俺はもう本当できるかわかんないけど、はい、こうして、こうしたいっていう希望を込めて、もうその日はもうめちゃくちゃ怒る。だけど、次の日からも普通。あー、まあ、そうやな、それ、そうっすね、それが一番かも。それでいいやん、うん、決定。ちょなしなしなし、いや、これしかないっすもん、ね、これしかない、いや、わかんない、他にもあるかもしれないから、その場でプロポーズ。おかしくない情緒がおかしくなんか、だったらもう結婚しよう、あ、それいいかも、だってもう結婚をもう前提に付き合ってる、もう分かった、もう全て忘れて、じゃあもう結婚しよう、そうそうそう、もう誰にも渡さない、もう全部もうひっくるめて、もう結婚しよう、そう、全部ひっくるめてもらったる、それ究極に優しいで、それこれすごいかも、もうじゃあもうこの話終わりつって、もうこの話も全部どっけて、そう、結婚しよう、結婚しようっつって、もうあともう結婚するっていう話で、そっから、そう、もうそれでいいよ、それにしよう、はいはい、どうぞ。まあやっぱめちゃくちゃ愛してるから、うん、浮気しても許すしかないねん、うん、そうそうそう、だからもうそれでも俺を愛してる、だから許すしかないけど、今ここで許すのはおかしいから一回保留で、終わりだよ、一回保留、許してたらおえへんや、まあまあまあ、うん、好きやから、うん、だけど、まあ、だけど今ここで許すことできへんから、うん、一回も別れよって、別れて、この場で離れて、保留でって、この話は、うん、でも次からもその話はもう、あ、じゃあ一緒、一緒みたいなもんまあ、そうやなこれいいかも、意外と、まあ、究極、そうですね、究極、俺っすか、じゃあ、俺か、いや、ちょっと、ヤサオ、ヤサオ、俺か、いや、じゃあ、この3人の究極のヤサオは、視聴者さんに決めてもらおう、ほんと、誰が一番優しいのか、やっぱ女性目線で見ないと分かんないかもしれない、ね、そう、確かにね、うん、女性の人がこの人優しいって思う人だよね、うん、ちょっとさ、究極のテーマもう一個出していい？え、何？なんすか、彼女が、はい、自分の実家を放火したら、はい、いや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 警察に電話します、究極究極、それでもそれでも好きだから許す、それでも好きやからもう一回保留やん、一回保留、一回3年ぐらい起こす保留保留保留放火したらそれでも好きだからちょっと保留で保留で5年ぐらい起こす、俺はその日は怒るけど次の日は起こす、この動画面白いと思ったらグッドボタンお願いします、お願いします、チャンネル登録はこちら、ツイッター、インスタグラムもフォローお願いします。お願いします。お願いします。鼻毛は？出てるよ。